みなさんこんにちは、やっとらチャンネルでーす。今日はそのリリカのために石鹸を手作りしたいと思いまーす。で、石鹸はコールドプロセス法っていうので作っていきますので、5種類ぐらいのオイルをミックスして化成ソーダ激薬ですね。激薬そうそう、それをね、混ぜて作っていきたいと思ってます。中和させるのにちょっと1ヶ月ぐらいかかるので、1ヶ月後石鹸が出来上がったらリリタンを洗ってみたいと思います。優しい手作り石鹸を。洗浄力もバッチリ。イエス肌にも優しい。そして保湿。イエス。で、染みたりとかもない、舐めても大丈夫という、そういう素材で作るそうです。はい犬のための石鹸を作ってくれるそうです。そうです。僕もね、頭はね、坊主で短毛種だからねあ、で、何、油っぽいんだっけ。油っぽいので、あのフレンチブルドッグと同じ感じですよね。かといってフレンチとかもう飼ってる人はよくわかると思うけどね、あの本当にフケとかが出やすいタイプの子だから、乾燥肌に弱いからね、乾燥しすぎたりとかするとね、パサパサのフケみたいなのが出たりとかするので、その辺私はないですけどね。リリタンとパパのための石鹸作りをやっていきたいと思います。ドフンドフンドフン、うん、やっとらチャンネル。それでは作っていきたいと思います。まずオイルミックスを用意します。今日使うのは太白ごま油、ラード、ココナッツオイル、ひましオイル、ホホバオイルの5種類です。これを45度前後になるまで温めたり冷ましたり調整していきます。45.4 度、OK ですね。この中に化成ソーダ水溶液を入れていきます。化成ソーダ水溶液というのは精製水に化成ソーダを溶かしたものです。これも43度ぐらい良しとしましょう。ちなみにこの化成ソーダが劇薬で取り扱い要注意になります。オイルと化成ソーダ水溶液を混ぜ合わせたらひたすら混ぜていきます。20分間くらい、ただひたすらです。ここからはちょっと早回しでいきたいと思います。20分頑張りましたね。よくやった自分。生地に線が描けるようになったら見えるかな。こうなったらちゃんと混ざったよっていう合図です。そしたら型に入れてラップして保温バッグに入れます。あったかくしてあげて24時間後に取り出してカットします。そこから約1ヶ月乾燥させてようやく使用 OK です。はい、こんにちは。待ちに待った犬用石鹸の完成でーす。イエーイ。よーく泡立てていただきましょう。どうかな、リリタン。泡立ちがいいですよ、こう。お、直接ブイブイ直接行きました。本当は泡立ててくださいね。泡立ちは良さそうですね。こんなにほら、ふわ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 、いいじゃん。うん、良さそうだね。うん、ふわふわのもふもふ、伸びもいいよ。いいね、いいね。ちょっと手で洗しただけだけど、結構ほら、ふわ泡立ち持つね。なんかいろいろな種類分けがあるんでしょ。そう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 、犬の犬種ごとにこんなのがいいよっていうのがあって、それを学んできました。ちょっとの量で結構泡立てる。リリーも嫌がらないですね。うん、顔が汚いな
泡立ちはいいよ。いいね、いいね。うん。あとは乾かした後の仕上がりだね。うん。すごい泣いてる。ブヒブヒっていう。ちょっと一回流します。もう汚れ落ちかなりいいよ。今ね、中庭でね、泥遊びさせてあてだからね。おいしい。これも結構ハート型なんだよね。ね、かわいいんで。うん、はい、スライディング。よいしょ。石鹸を使って洗い終わって、軽く拭いて、体が乾いたところです。何伏せてんの、リリ。いい感じですね。ふわっとしてるね。いい感じ？うん。手の中もいい感じ。大丈夫。ふわふわですよ。ふわふわ。ふわふわリリタン。よいしょ。ふわふわリリタンに変身しました。いい感じですよ。いいじゃん。うん、石鹸。うん、匂いも、なんかあの、土っぽい、土遊びしてきた匂いも落ちて。うん。気持ちいいですか、リリタン。うん、フケっぽさもないよね。短毛虫とか飼ってる人とかなんてね、よくわかると思うけど、ブラッシングした後とかさ、乾燥した後とか、こう、フケっぽく出るんだよね、ワンコちゃんたち。出やすい子が多いんだけどさ。今んとこそういう傾向がないですよ。肌の保湿がされてるってことなんですかね。いいじゃない。手作り石鹸はね、保湿が強いんだよね。お前たち油系の、ね、フレンチとか油系だって言うからさ。でも落としすぎてしまうと皮膚が人間みたいにカサカサになるのも良くないからね。いい感じに綺麗になりましたね。ツヤツヤですよ。キューティクルも残りつつ。よかったね、リリトン。皮膚の感じもいいですよ。豚っぽさが出てますよ。嘘だよ、リリー。どうですか、リリーさん。ん？うん、なかなかの仕上がりだそうです。なかなかいいそうです。すべすべっとしてるって。わたちって。言ってる。うん、私、ビリを気にしてんだよね。私、怒りっぽいけど。ね。うん、いい感じですよ。耳も。頭も。ん？うん。ん？そうですか、そうですか。うん。これ、頭もこれで洗ってほしいそうです。やったね。成功。本当かな？でも上手。